館会っていうのをさせていただいております。私服をですね作る商売をしてるんですけども、まあ、今後ですね、サスティナビリティっていうか地球とか環境とか、いうことを大事にしないといけないということを深く考えた時に、あ、服をみんなでシェアするっていうのは非常に大事なんじゃない、素材っていうのも大事だったりするとは思うんですけども、みんなでこう使わなくなった服をシェアして、自分の使わなかった服が誰かの、なんか欲しい服とか必要な服に変わるかもしれないと。今ゴミにですね服はだいたい 75% ぐらいになってるということで、何十億トン捨てられちゃうらしいですね。でもやっぱりすごいまだまだ使える服がいっぱいあって、まあ、今メルカリっていうのもあると思うんですけども、まあ、0円無料でもみんなでシェアしていくっていう、まあ、そういう実験といいますかね、機会を作れたらなということでやっております。感想をぜひ。あ、感想は、楽しかったです。なんかいろんな洋服があって、でどんなものがあるのかもわからないのかったんですけど、なんか欲しいなって思うものも見つかったので、で昨日出した自分の服が今日着たらもうなかったので、なんか誰かに渡ったんやなと思って、なんかそれも嬉しくなりました。はい、私の場合、自分がもう着ないかなと思ったら取っとくんじゃなくて、まあ、誰かにあげるとかで、もらい手がいなかったら、まあ、割と捨てるってことをしてきてたんだけど、なんか今回これを知った時に、いやもう私散々もういわゆる片付けしてるから交換する服とかないしとかってこう思ってたけど、捨てるってなるとためらう洋服でも、どういうものに交換できるかわかんないけど、何かと交換できるかも、新しいものに変わるかもって言ったら見つかるんですよ。結果20点ぐらいあんなないって言ってたやんって思うのに。今日は何を見て来てくれたの？インスタグラム見てきました。ありがとうございます。どう思ってた？やっぱり世の中サステイナブルってすごく言われてるので、なんかそれに少しでも協力できたらなと思ってきました。ありがとうございます。来てみてどうでしょう？なんかすごい、やっぱりみんな同じ気持ちを持ってきたはるから、やっぱりこういいものが意外とあったりだとか、同じ意思を持って皆さんここに服を持ち寄ってらっしゃるんで、なんかすごいなんて共有できてるっていう気持ちがあって、すごい嬉しかったです、はい、なるほど、そういうものも持って来ていただいたり、なるほど。おしゃれな雰囲気を出しておりますけれども、全国にですねこういう活動を広げれたらなと思っておりますので、もし一緒にやりたいという方がいらっしゃったら、私もご連絡いただきましたらやり方は全部お伝えしますぜひやっていきましょう。